どうもこんにちは、こんばんは、きなこと申します。ホワイトアルバム2パート5やっていきたいと思います。前回のパートはですね、このせつなちゃんをバンドに誘ったはるきくんなんですけれども、まあ断られてしまったということで、ただ、もうワンチャンス残っているということがあったんですけれども、まあ、それは何かと言いますと、まあ、せつなちゃんが、ちょっと違うね、学校の最寄りとかじゃない駅の、なんか、スーパーで、まあ、バイトをしているってことをね、こっそりと知っていたはるきくんは、まあ、そのバイト中のせつなちゃんに声をかけて、で、やっぱりバンドをもう一回、考え直してくれないかみたいなことをね、まあ、聞こうとしたところ、まあ、結局せつなちゃんが本当は自分はすごくバンド歌がやりたいから、なんだっけ、そのなんていうの、やっぱりやらせてくださいみたいなのをね、せつなちゃんと一緒にカラオケに夜に一緒に行ってひたすら歌を歌い散らかすせつなちゃんに、まあ、言われて、でそれでこの部室にまた連れてきたっていうところまでやっていきました。では続き進めていきたいと思います。小木曽せつなです。今日から軽音楽同好会に入部させていただくことになりました。どうかよろしくお願いします。飯塚武也、一応ここの会長。ああ、あなたが飯塚くん。いろいろと噂は聞いてます。どんな噂なんでしょう。ごめん、とんでもない耳汚しを。ちょっとこっち来い、ハルキ。こら、ネタじゃねえか、怒るなよ。あ、だから伸びるって。おい、ごめん小木曽、ちょっとここで待ってて。うん、なるべく早く戻ってきてね。どうした、顔色悪いな。ほんの少し俺を引きずったくらいで、竹谷は顔を真っ青にして荒い息を吐き出した。お前な、この前の教訓何も生かしてないだろ。自分のせいのくせにね。教訓を生かすべきは竹谷の方であり、俺には別に何の落ち度もなかったはずだぞ。それに小木曽の場合、前のことは意味が。ナンバー2誘致で失敗したところにナンバー1持ってくるやつがあるか。違うんだけど、説明に時間がかかりそうだな。いろいろありましたからね。お前、こういう話題先行型は嫌いだったんじゃ。友の時だって散々文句垂れて。そんなんじゃないって、彼女はだな。見返りはない。こっちが頼み込んで出てもらうことになったの。お前がどうしても穴開けたくないって言ってたから。そうだよ、今週あたりから諦めムードじゃなかったっけ。俺の仕切り癖を知ってて俺に振るお前が悪い。なんか今までの欲のなさが欠けてるぞ、お前の声ね。なんか割と、まあなるようになるかなみたいな感じの雰囲気の人でしたけど。悪いかよ、他人にリズムで追い込まれることがこれほど不快とは思わなかった。今度から少しだけ思いやりを持とう。なんだよその目は。そりゃ確かに俺だってありえない展開とは思うけどさ。でも現に俺が誘って小木曽は受けちゃったんだよ。そこにいろいろと深い事情はあるんだけど、他言無用だからこれ以上説明できないんだよ。だからさ、竹谷、理解した。お前納得したけど理解してないだろ。まるで狂信者の慈愛あふれる微笑み。いつも俺に女の子を紹介する時の表情だ。ハルキ、お前本当に目覚めちまったんだな。なんていうか、娘を嫁がせる父親の心境だよ。どんな心境だよ。今まで長い間お世話になってないから。初挑戦がエベレストなのはどうかと思うけど、そこに二つ山があるから仕方ないよな。年相応の下品な冗談はやめてくれ。それに俺の見たところ奇跡的に脈割りっぽいし、お前一体いつの間に俺の技を盗んだ。何度も言うけど、そういうんじゃないから。ただ純粋にステージに穴を開けたくなくて。お前の言う通り、学園最後の思い出作りだし。大事ですよ。じゃあ俺口説いていいの。今度ぶち壊したら殺す。でもなびかないよね、きっとね、竹谷君にはね。ごめん、お待たせ。俺がいろいろと噂の飯塚竹谷、こいつと同じギター担当、歓迎するよ、せつなちゃん。
で、いいよな。あ、よろしくお願いします。よくない、さん付けで呼べ、小木曽さんと。いきなり握手にした名前、俺が1週間かけてできないことをたった3分で。まさか君が参加してくれるなんて奇跡だ。助かる。本当にピンチだったんだよ、ボーカル。学園祭盛り上げていこうな。あ、ご期待に添えるかは分かりませんけど、そのカラオケでしか歌ったことないし。そんなの全然 OK。 何しろまだ一月もあるんだ。これから練習していけば余裕で間に合うって。そう、まだ一月もある。ベースを見つけて、ドラムを見つけて、できればキーボードを見つけて、曲決めて練習して、その他諸々の問題を解決するには十分な時間だ。十分かな。どこが？改めてこれからよろしく。あ、それと、はい、こいついいやつだから、お願いだから捨てないでやってな。バン。バカ、カバンの次が差別用語だと気づき、これ以上の発言ができない。ええ、いい人ですよね、北原くんって。本気でそう思います。バン。バッカじゃないの？の次があまりにも恥ずかしくて、これ以上の発言ができない。バッしか言ってないね。師匠って呼んでいい？まだ娘と呼ばれた方がマシだ。やっぱり男の子同士の遠慮のない会話って面白いね。自分がネタフリしたくせに受けてるし。じゃあ練習始めるから、小木曽は今日はひとまず見学ってことでいい？これ以上このまま会話を続けると、いろんな意味で俺の寿命が縮んでしまいそうだ。あれ？そういえば、何？今日はピアノの人はお休み？は？ピアノ？隣のね。お、ここで終わるんか。隣のピアノの人の正体がまだ分かってないってことですね。だからやめとけってアルギー、無駄だって。けどこのままじゃ同好会が、学園祭が。ああピアノのやつね。悪い、言ってなかったな。今日は具合が悪くて早退だって。おやおい。胃腸風邪らしいから、2、3日したら復帰すると思う。ああ、出てきたらちゃんと紹介するから。嘘を言ってしまってる。見栄晴、お前が悪いんだろ。正直に言っちまえばよかったんだよ。うちは初めからピアノなんかいないって。ついでに今はベースもドラムも何もかもいないってか。逆ギレすんなよ、春樹らしくもない。あ、すまん。確かに。いや、まあ、恋する男は100万馬力なのかもしれないけど。なんとでも言え、今の俺に皮肉は通用しない。けどそうやってずっとごまかしてると、どんどん引っ込みがつかなくなるぞ。どうするんでしょうね、ピアノ。そうなるとあとはそのイメージを守るために、見栄に見栄を重ねて。そっか、今俺のしてることって2年前から小木曽がずっとしてきたことと同じだな。相手に気に入られたくていい顔して、向こうの勘違いをそのまま放置して、どんどん追い込まれていって。ついた、音楽か。だからって今小木曽に本当のことを言って彼女のモチベーションを下げるなんてとんでもない。彼女があの時思わずあの歌を口ずさんだのは、下手くそなギターのせいだけじゃなかった。そんなつっかえつっかえの主旋律に完璧に合わせてた流暢なピアノがあったからなんだ。おい、本当に音楽家のやつらに頭下げんのかよ。俺は嫌だぞ。竹谷は降りてもいい、けど今となっては例の松川君に頼むしかないんだ。あのなんか、なんだったっけ、あれですよね、コンクールでなんか優勝がなんかよくわかんないけど、すごいいい賞を取った松川くん。第二音楽室の主、こっちのどんな演奏にも即興で合わせてくれる完璧なピアノ。ギターしかいない俺たち軽音楽同好会にとって、
その実力は喉から触手のついた手が出てくるほどで。ちょっとごめん、松川くんっているかな。受けてくれないやろ。でも誰もいない放課後の教室に俺のため息が盛大に響く。身も心も疲れた。もう音楽家の連中とは口利かん。なんであんなにプライド高いんだ奴らは。俺の熱意あふれる音楽家アタックは結局竹谷が予想した通りの結果に終わった。にしてもどうなってんだ。第二音楽室って誰が使ってんだよ。いや、予想をはるかに下回る成果だったかもしれない。剣の松川くんはすぐに見つかった。痩せぎすで長身で度の強い眼鏡をかけた随分と神経質そうな外見の男子だった。で、ちょっと話してみただけで俺のその第一印象はまるっきりなんだなんとかを得ていたことを痛感させられた。松川は俺の申し出を聞くなり散々軽音楽同好会のことをバカにした。やれ計画性がないだの無謀だの素人の浅はかさに呆れるだの、どうせうまくいくはずがないから参加を取り消すだの。それでも幾度も飛びかかろうとする竹谷を抑えて粘り強く交渉を進めたのは、性格はともかくあのピアノに見せられたからだったんだけど。なのに最後あの野郎はあろうことかこう言い放った。とにかく僕は第二音楽室を使ったことなんかない。うちのクラスであそこを使う人間なんかいない。あんな不愉快な場所寄りつくはずもない。ほう、飛びかかろうとする俺を竹谷が一生懸命羽交い締めにしてたっけ。そういうことなら最初に言えよ。そしたらあっさり引き下がったよ。じゃあ音楽家の人ではないということですね。これじゃあ俺罵られ損じゃないか。というわけで振り出しに戻ってしまった第二音楽室の主探し。ただ一つだけ得た新しい情報は、音楽家の人間は第二音楽室を使わないという事実。実際松川の野郎以外の誰に聞いても第二音楽室なんか使ってないの一点張りだった。確かに H 組の隣にあれだけ広い第三音楽室があるし、わざわざ普通科側の音楽室を使う理由はない気がする。音楽家の人間は普通科専用だと言い、普通科の人間は音楽家専用だと思い込んでいた第二音楽室。しかも第二音楽室のことを聞いた時の音楽家の連中の態度も気になる。なんだかやけに触れたくない話題のようで、気まずそうに目をそらしたり関わり合いになるのを恐れたり。音楽家の連中があの教室を使っていないのは事実としても、それでも何かを知っているような気がする。奴らの態度に謎を解く鍵が。待てよ、誰も使っていないはずの音楽室、鳴り響くピアノ、そして口を閉ざす生徒たち、学校の七不思議。まさか第二音楽室の主ってもしかしたらもうこの世には。ねえ、おい、うわなんだよ驚かすな。あ、いや違う、すまん、勝手に驚いた俺が悪い。帰る。待て、だから悪かったってば。お隣が向こうから話しかけてくるなんて月に一度あるかないかってのに、そんな千載一遇の機会を自分からドブに捨ててどうする。そういえば数日前向こうから話しかけてきてくれたのに思いっきりスルーしたばかりのような。まずい。どうしたんだこんな遅くまで。部活入ってたっけ。そっちこそ。俺今日は下手くそなギター弾かないの。音楽室は週に2日しか使えないの。弱小同好会だから。下手くそ。そんなんで学園祭大丈夫なんだ。順調だよ、ボーカルだって見つかった。この表情可愛いね。ボーカル聞いて驚け。なんとあの。聞かないから驚かない。ああ、そう。そう。
なんだろう、こんなに長話したのは数ヶ月ぶりなのに、どうしてここまで話が弾まないんだろう。数ヶ月ぶりのコミュニケーションだからか。で、ベースは？え？ドラムは？あれ？ギターとボーカル以外のメンバーは？こんなに長話したのは数ヶ月ぶりなのに、どうしてここまで悲しくなってくるんだろう。というか、チカシのやつ、余計なことを。いくら席が前後のよしみだからって、バラしていいことと悪いことがあるだろう。チカシはこの子と喋ってるのか？男の涙目は可愛くない。大丈夫だよ、大丈夫なんだよ。俺にはもう一つの秘密兵器があるんだ。ついさっき亡くなったばかりな気もするけど。へえ、それは行子。どんな人？どうでもいいだろう。どうでもいいんだ。もうな、いつもはこっちから話しかけてもしかとしまくりなくせに、人が落ち込んでる時だけわざわざ話しかけてくるなよ。ああ、それは悪うございましたね。からかうだけなら帰ってくれ。俺はもうしばらく一人でいたいんだよ。そう。そうなの。はい、さよなら。お疲れ様。シュッシュ。なんか言いたいことがあるんじゃないか？いつもの冷たい視線が今日はさらに凍てつく波動をまとってる気がして。さよなら。教室の扉はあれだけのダメージに関わらず、なんとか元の形を保ち、そしてその揺れが収まった時、やっと教室に俺の求めた静寂が訪れる。小学生のガキですか、俺は。私でも新たな悩みの種を増やしつつ、久しぶりにやっちまった。どうもお隣とはコミュニケーションがうまくいかない。小木曽とだと呆れるくらいになぜか話が弾むのに、3年になって初めて同じクラスになった。それまでは恥ずかしながら存在すら知らなかった。どうにもあのツッケンドンな態度が馴染めなくて、向こうも俺の干渉しすぎる態度が気に食わなくて、最初のうちは結構衝突したっけな。けど今はそんなきっかけもあって進展したと思ってた。少なくともぶたれたりせずに、ただ鬱陶しがられるだけくらいには。ぶたれたりしてたの？俺がいい関係でありたいと願う数少ない男以外なんだけどな。小木曽のこともあるし、今にして思えば俺って相当面食いなのかもしれないな。可愛い女の子ばっかりですからね。とても当たり前のことだけど、目が覚めたことで自分が眠っていたことが分かった。精神的に来るイベントが2つ連続で重なったせいで、身も心も本気で疲れていたらしい。大きく伸びをして脳に空気を行き渡らせてからゆっくり教室を見渡すと、見事に自分以外の人間がいないこの場所はさっきよりも随分と夕闇に侵食されていた。なんかちょっと作用し身がある。時計を見るとなんだかんだでもう5時を過ぎてる。結局いつもの練習時間まで居座ってしまった。帰ろ。あまりにも無駄な一日だった。意味もなく罵られ振り出しに戻り、最後には無駄な喧嘩まで。結局第二音楽室の主の手がかりはつかめないまま、しかもあの3人の音が重なった日以来ピアノの音色は途絶えたままで、もしこのまま彼が二度と第二音楽室に戻ってこなかったら、あの三人の音が重なった日以来ピアノの音は途絶えたまま。今鳴ってたよな。でたった今鳴り止んだよな。しくったー。起き抜けでぼーっとしていた頭が
あの流れるような旋律をスルーしてしまっていた。あまりにもプロフェッショナルな演奏だから、街中で流れている BGM のように聞き流してしまっていたのかもしれない。言い訳すんな俺などといろいろ誤託を並べてはみたものの、致命的なミスを犯したのは動かしがたい事実で。あ、扉を開けた瞬間は全然気がついていなかったけれど、実はこの第二音楽室の鍵が開いていたのは今日が初めてだったりした。ああ、開いた窓から吹き込むちょっとだけ冷たい風、その風に吹き上げられ窓にぶつかり、パタパタと音を立てるカーテン、そして教室の真ん中に堂々と鎮座するグランドピアノ。けれどそこには予想通り誰もいない。これがいつも俺のギターに寄り添ってくれる不相応なパートナーか。ほんのついさっきまでいつものように軽快で重厚で流暢で頑強な音を奏でていたのか。今日は役日だ。音楽家の松川に意味もなく罵られ、第二音楽室の主の捜索は振り出しに戻り、そしてお隣さんとは無駄な喧嘩まで。とどめに第二音楽室の主の尻尾をつかむチャンスを自らのポカで棒に振ってしまった。いける。だけどそのポカの果て、最後の最後の最後にたった一つの蜘蛛の糸をつかみ取った。今度こそ会える、会ってみせる。ここ数日沈黙を続けていたこの第二音楽室のピアノが鳴った。だからもう一度チャンスが到来した。相手は学園七不思議のピアノ幽霊なんかじゃない。自分の練習中には厳重に鍵をかけるくせに、帰る時には施錠どころか窓を閉めることすら忘れる用心深いくせに無頓着な人間だ。なんかさ、何か残されてたりしないんでしょうか、楽譜とかねうっかり忘れてたりとか。気になるね。同じこと言ったというわけで、今回はこのあたりで終わっておこうと思います。見てくれた方ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等いただけると嬉しく思います。ではまた次回のパートでお会いしましょう。バイバーイ。